時間の矢は、1927年に、英国の天文学者、アーサー・エディントンが提唱した概念であり、時間の一方構成、または非対称性を表す言葉である。空間は前後左右上下と、どの方向についても対照的に移動できるのに、時間は過去から未来に向けての一方向にしか進行することが、ない。これを、一度放ってしまえば戻ってくることはない矢で、 例えたものである。時間の矢はなぜ存在するのか、つまりなぜ時間は過去の方向には進まないのかは物理学の未解決問題の一つである。微視的レベルでの物理的過程は完全にあるいはほとんどが時間対象であると考えられている。時間の方向が逆転したとしてもそれらを記述する理論的記述は真のままであろう。 しかし、挙手的なレベルでは、そうでないように見えることが多い。すなわち、明確な時間の方向が存在する。1928年の著書ザネイチャー・オブ・ザ・フィジカル・ワールドの中で、エディントンはこの概念をわかりやすくするために、以下のように説明している。任意に矢を描いてみよう。我々が矢印の方向に従うにつれて、 世界の様子に乱雑な要素がますます見つかるようであれば矢印は未来を指している。乱雑な要素が減っていくならば矢印は過去に向いている。これが物理学で知られている唯一の区別である。乱雑化の導入が取り消せない唯一の事実であるという根本的な主張が認められればこれはすぐに続く。私は宇宙で類似物を持たないこの時間の一方向性を 表現するために時間の矢という言葉を使用する。エディントンはこの矢印について注意すべき三つの点を挙げている。それは意識によって鮮明に認識される。それは矢印の逆転が外界を無意味にしてくれるということを我々に教えてくれる。我々の推論能力によって同様に主張されている。それは多くの個人の組織化の研究を除いて、 物理学では現れない。エディントンによれば、矢印は乱雑な要素の前進的な増加の方向を示す。熱力学の性質についての長い議論の後、彼は物理学に関する限り、時間の矢印はエントロピーのみの性質であると結論づけている。ありがとうございます。